はい、こんにちは、学盆栽の勝村です。今回は画風店の、売店から豆、松屋さんの山崎さんにお話を伺っております。よろしくお願いします。お願いします。豆松屋さんっていうのはどういった盆栽を扱われているんですかね。はい、ミニ盆栽を中心に、小白類、私は小白類好きなので松とか真柏とか、はい、そういった小さい盆栽を扱っています。あ、分かりました。実際後で売店の方を見ていただければと思うんですけど、ちっちゃいけどもかなり本格的な盆栽もありますよね。 ありがとうございます。大和園で修行させていただいてまして、はい、針金かけとかしながら私も一生懸命手入れしております。あ、そうなんですね。まあ、今回この動画を見ていただいている方は画風店に来れない方もいらっしゃると思うんですけど、はい、普段はお店はどうですか。はい、はい、神奈川に住んでおりますので、関東を中心に活動してますが、お店は持っておらず、出張で、教室を基本的にはよくやっております。はい、神奈川とかあと上野のグリーンクラブで教室をやっています。はい、はい、でお店はないんですけど、上野のグリーンクラブに常設売店というのがありまして、はいはい、そちらにお越しいただければと思います。わかりました。グリーンクラブとっても楽しい場所なので、はい、この盆栽たちに出会っていただければと思います。じゃあ商品の方見ていただければと思います。